夢は何だって。え夢夢は夢夢は、でも今 HKT なんで HKT での夢しかない、今は。HKT を国民的アイドルグループにするとか、HKT でもっと歌番組に出たいとか、またね、HKT でもっとこう、世界に知ってもらいたいっていう目標だね。なんかこう、自分の先々の夢は、 それをそこの夢が叶うか終わるかじゃないと考えれない現実的に何歳まで続きたあこのアイドルですかえ何歳まででもねなんか最近お仕事やってて意外と HKT いるねって言われることがやっぱ多くなってきて昔から HKT に入ったからその若いイメージがやっぱ大きいのかなっていうので。 ま,あまだ年齢めちゃめちゃ若いし HKT の方でも若い方なんですよね若い方っていうかまあ中間くらいかなちょうどなんですけど歴としては意外と長くいて初期メンバーさんで考えたらだって前田敦子さんとかも今の時点で卒業してるし割ともうねこの今の時期で卒業する人がほとんどなんですけどえ何歳までっていうのは決めてはないかな。 でもなんか自分がいつか卒業するってなった時はもう後輩を大変な思いさせたくないから後輩に何か残してとかじゃないと卒業したくないかもしれない、うん、自分がそうだったからなんか後輩がにそういう思いはさせたくない。 佐々さんとかいろんなメンバーがこうピックアップというかやってくれたりしてミクのことをねなこミクとかで知ってくださる方もいればしてくれる人とかもいたからいいけど多分今の後輩たちはなんて言うんだろうなその時代にいなくて後から入ってきた子たちは多分あんまり知られてない子とかも多いからその子たちに何か残せして。 卒業したいか,もなんかまあ要するにもっと頑張らないといけないってことですね値が <laughs>。今はちょっと自分のことで精一杯になっちゃう時もあるんだけどでもまあもうちょっと先いつか卒業するってなった時は自分の道も大事だけど後輩にももっと何か残したいなって思ってるかな。 でも、まあ、今の HKT の後輩たちはすごくしっかりしてるから、私がこういうことをしなくても全然大丈夫だなんですよ。<laughs> 大丈夫だし、頼もしいし、そんなのいいよって思ってるくらいだと思うんですよ。本当に頼もしい後輩たちばっかりです。だから全然安心できるね。本当に。でも何かしらやりたいなっていう気持ちはある。でも、すごいしっかりしてるから、もう希望に満ち溢れてますね。HKT の未来。本当に。 みーがこういう発言をするとみくが悲しくなるか悲しくなってくるなんかもう <laughs> 時代を感じるって自分で感じちゃってる <laughs> なんかね自分で感じちゃってる時代を感じるってうんねそう有望なねメンバーぞろいなのよほんとにすごいほんとにそううんどこでもやっていける いやすごいわほんとにね長くやってるからね,ね意外とですね意外とうん意外と意外と。